ごい瞬きする。おっおっ、みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとだだどんババでーす。イエーイ、チャンネル登録と言葉でよろしくお願いします。家族みんなで楽しく見てね。見てね。はい、今日は、はい、この間テリアのバスボムで色までね、やったでしょ。そうだね、はい、その時に何個かバスボム余ったんで、はい、ちょっとなんか実験的なことしたいなと思ったんですが、実験まあ、ちょっと足りないかなと思ってさらに追加マジかですね。で、ママはね、ちょっとネットで調べてたらクエン酸と重曹を混ぜるとすごいね、バッて泡が出る。うわーもう、爆発やっちまったの。寒いですね、はい、寒いですね、はい。で、なんかね、バスボムにクエン酸が入ってるから、うん、こう重曹水と混ぜたらいい感じに泡が出るんじゃないかと思ってやってみたんですよ。でも、ちょっと失敗しちゃって、うん、あー、失敗しちゃったないかな。すごいクールポッポさんに謝って。あ、もう前も謝りました。申し訳ございません。でね、ちょっとあるやり方にたどり着いたんで、はい、ちょっと一回それやってみましょう。じゃあ、よろしく、やらないように気をつけないと。気をつけないと。あ、じゃあ着替えしましょうか。はぁ、はい。私たちがメゾピアノの洋服とコラボしてるよ。チェックしてね。はい、着替えました。はい、じゃあ、ここにあるバスボム1個好きなの選んで、はい、1個だけ。前回パブ奇跡にずっとその透明っぽい色で包んでる。今回ちょっと確かに、これにします。あ、ごめん、1人1個って言ったら1個。あ、みんなで1個最悪言って。1個みんなで1個なのね。みんなで1個、みんなで1個。それぞれ1回と、どんだけ。なんか気持ちいいね。そして容器もどっちにしましょう。こないだ使ったやつ、はい、こっちなんかね、ちょっとくぼんでるからこっちの方が泡出るんじゃないかなって。やっぱ新しいやつの方がいいでしょう。これ使わないと。使います。はい、はい、で、どれにしたの、はい、これ、あ、これ、ね、ピンキーちゃん、かわいいやつ、これにしました。はい、やりましょうか。はい、やりましょう。じゃあちょっとこれに水を。そしたら、バスボム、ばあちゃんが持ってるコンボで、叩いて粉々にしてください。なるほど。叩いてカウィンって、じゃんけんぽい。キャー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 、まーちゃん力強いな。キャーキャー、これを学校の宿題と思っています。どうぞ。じゃあ、おーちゃんやってみる。あ、かなり粉々になった。じゃあ、おーちゃんにちょっとやってもらおうか、少し。おーちゃんやる？やりたいです。はい、ある程度粉々にしたら、おーちゃん、それ必須だよ、それ。ほら、これに。この棒逆なんだから。いやいや、今は良かったんだけど。お前、面白いな。すごい瞬きする。すごい瞬きする。出すたびに瞬き。そろそろいいんじゃない、これ。じゃあ仕上げ、仕上げパパで。仕上げはお父さん。おもちゃを潰しちゃうかもしれませんよ。手にいける、手にいけるでしょ。爆発しない、しない。いいでしょ、はい、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。できました。はい、ちょっといい、すごい、めっちゃパパのさ、粉々になりました。まだちょっと残ってるけどね。なるべく粉々にしてください。はい、はい、じゃあ粉々にできましたよ、うん、はい、このお水の中にチャーミーグリーンを、はい、洗剤をどのぐらい、ママ、適当に、ママがストップで言うから。適当に入れてください。適当ね。はい、じゃーん。はい、オッケー。はよ、ちょっと混ぜて。泡水洗剤入れるのは、泡がね、こう弾けて消えないようにするためです。なるほどね。うん、オッケー。すごい吹き出すかもしれないから気をつけてね。はい、じゃあ逃げる。ちょっと一回逃げてもいいですか。じゃあ、まーちゃん入れてくれる。はい、ザバッて、ザバッと、ザバッと。
おお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 、いいじゃないかこれ。おいでおいで、おいでよ。ゆっくりだな。ゆっくりだな。ゆっくりだな。優しい実験ですね。優しいね。楽しそうな感じにするぞ。ちょっと楽しいな。3歳からできるね。本当優しい実験でね。いいさね。理想を引き出すんだったんだけども、これがうちでは限界かな。あ、いいよ、触っても。行きます。はい、じゃあ期待通りに爆発しなかったですけど。いや、しづらい、これ一番。どうしたらいいの、これ。まあでも、これはこれで。楽しいね。楽しいよね。どうしたら、じゃあ、あはははあはの間に行けばいい。それでいいですか、まちゃおちゃん、さっきの楽しかった。うわ、楽しかった。何とも言えない。それで満足してんの、おちゃん。うん、満足できないよ。できた。はい、そしたらさっき結構さ、泡綺麗だったよね。綺麗だったよね。これでもっとさらに綺麗に見せたいと思いませんか？思いますね。はい。どうしたらいいかな。いっぱい入れる。バスボムじゃなくて、はい、本当のクエン酸使う。泡考えるのね。筋トレすればいいんだよ。行ってらっしゃい。ジムに行ってらっしゃい。ジムおかえり。最近ジムに通ってます。通ってます。あのね、ママは3個ぐらいね、いろんな色のバスボムの粉をいっぺんに入れたら楽しいんじゃないかなと。綺麗になるんじゃないかと。それでやってみましょう。じゃあ今回もね、100円ショップのバスボムいっぱい用意したんで、はい、3個選んでください。よし、はい、パパは、はい、ね、ここで男の子の代表で、ね、男の子男の子代表でミニカーをマスルキャラで見に行くか。オッケー。はい。はい。はい。オッケー。はい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 。パパはこれです。男の子代表とか言って可愛いの選んでるじゃん。で、おんちゃんはこれ。はい。あ、これなんかすごい。ティアラ可愛いね。ね。うん。可愛いのが出そう。もうこういうのが可愛すぎて。いや、中身はどうでもいいよ。で、まーちゃんがこれ。お化けバスボール。気になる。じゃあこれをさっきみたいに粉々に。ラララララ、何何何何何何キッチン用品の並べてました。よし、今度は開けちゃうのね。開けます。開けちゃうんだ。開けてやるんです。なるほど。目で楽しみたいですよね。じゃあ私もちょっと開けようかな。粉の飛び散り注意だと思う。私は袋に。ほら、おお。もうすでに、あ、粉々だった。粉々に。これそれあれだね、さっきちょっと実験用に粉々にしてたやつかもしれない。なるほど。中身も、あー、ここではもう、あれか、音声なしでお送りします。こっちの方は結構潰しやすいと思う。これすごい、パパもめっちゃ潰れやすい。すごい。しかもうるさくない。そうだね、確かに確かに。怒ってらっしゃる。お料理してるみたい。ね。千切りキャベツ。ね。すごい。はい。おお、パパ綺麗にいけました。痛い。おばちゃん、これ使おう。あ、すごい早い。あ、めっちゃ早い早い。すっごい早い。なおちゃんね、画面の外出てたわ。
これそうです。続きは次のところでございます。違います。違います。すごいね、めちゃめちゃ頑張って、はい、粉々にできましたを。できました。あーすごい。いいでしょ。うん、綺麗。うん。アボカドの形になっちゃった。アボカド。おーちゃんさ、ピンクが2個なんだね。で、まーちゃんはおーすごいでしょ。一番なんか綺麗かも。ある意味綺麗かも、ね、じゃあね、次はパパは、はい、この3つの色の粉を混ぜていきたいと思います。混ぜてください。ただ混ぜるんじゃないですよ、はい、この電動ミキサーで。わー楽しそう。入れていきたいと思います。はい、押さないでね。はい、綺麗に入りました。入ってない、入ってない。よし、じゃあスイッチ入れてきます。予想通り。おい、全然回ってないんですけど。はい、綺麗に混ざりました。イエーイ。次誰やるの。はい、次はじゃあまーちゃん。いいよね、混ぜないで。はい、止めますか。うん、じゃあなるべくまーちゃんは混ざらないようにするってことね。うん、私も混ざらないようにする、やっぱ。ほんと？じゃあおーちゃんもじゃあ これに入れますか。うん、入れる。はい、はい。多分なんかもうなんか見てほしいみたいなことしてる。ちょっと、あー、いや、これ来た。来ました、来ました。来たからじゃあ見せます。これあれでしょ、あの波の音のやつだよね。そう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 。で、こぼしてるね。わ、最終のコーナーを混ざりました。どうせならフライパンでやりなよ。これだけすげえ自分の容器に入れてね。これだけお料理器具。これなんかどうなのかな、どんな風に発泡するのか。ちょっと、あー、男の料理だね。家でもこうだもんね。料理するとか。分けられた。じゃあ、おーちゃんもコップにまとめてもらっていいですか。はい。すごい、これなんかめっちゃお掃除感があるね。超楽しそう。あー、なんかいいね。いい感じ。すごい、まーちゃんの。うん、綺麗に水色とピンクが。え、それ何色だろう。これ、あー、オレンジだ。めっちゃ綺麗。はい、はい、じゃあ全部の準備が整いました。整いましたんで、まーちゃんが層にして、おーちゃんが3個に分けて、パパはミキス。で、青汁。え、ちょっと予想しようよ。どういう泡になると思う？青が勝ちそう。青が勝ちそう。いや、泡ないよ。そうですね。いろんな色の泡が出る。もしくはもう最初から混ざった色のすごい汚い泡が出るから。汚い泡。いや、そうならない。私はね、こんな感じでいるから、うん、だから、うん、ちょっと一番最初はピンク、うん、次は紫、うん、で、ちょっと濃い紫。あー、青の色が変わっていくね。面白いね、それ、うん、楽しそう。まーちゃんは綺麗に粉々になってるから、もしかしたら混ざるかもしれない。すごい、多分グラデーションみたいな。なんかね、ちょっと楽しみだね、どうなるか、うん、楽しみ。はい、あと最後にね、このどっちの容器を使うか決めてほしいです。あ、ちょっと一回待って。うん、あの今思いついたのが、はい、多分、うん、最初この色入れたら、うん、その色が全部出てきたから、うん、その次にこれまあ入れるじゃん、うん、そしたらスーンってまたその色出るかもしれない。行こうかな。この色が終わったらシューって、どうなるか楽しみだね、うん、じゃあ楽しみだ。どっちの容器にしますか。ねー、おあ、こちらこっちのね。はい、はい、これでやってみたいな。はい、パパストレート。はい、色みたいな。洗剤ね。洗剤、ね、はい、入れます。これ自分で決めればいいか。あるよ。あ、じゃあ好きな量でどうぞ。入れすぎたからいいってもんでもないよ。めっちゃ入れるな。あー、めっちゃ入れる。今日取れるか、今日取れるか。見た目重視なの。あ、いいじゃない。はい、少しを混ぜましょう。これはあくまでも泡が消えないようにするために入れるやつですからね。消えないと思うよ。
なんかよく消えなくてもうわーがでいくと思います。じゃあ準備が良ければ、せーの。お、じゃあもういい、うん、いいよいいよ。おぉ来た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 、おぉ、で、これを入れて、おぉ、なかなか綺麗じゃないか。おおおおお、めっちゃサーティワン、サーティワンって感じ。おぉすごいすごい、サーティワン、ねぇ、カラフル、綺麗。あ、おぉちゃん思ったよりピンク、ね、黄色、ピンク、あ、おいい感じ。私のめ結構いい匂いする。すごい。駄菓子屋さんのガムの匂いがする。めっちゃミンド。夏ミンド。で、じゃあパンの量パンないよ下は。なんだろう、すごいね。え、なんで？なんか洗剤たくさん入れたから。ああ、洗剤たくさん入れたからか。チャミどこ？チャミどこ？チャミどこ？今更です。ちょっと楽しいかも。うん。うん。あ、でもパンの泡の量すごいよ。泡の量すごいと思う。うん。誰が一番綺麗だろう。ママはおーちゃんが一番綺麗だと思う。あんまり青を主張してないもんね。そう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 。パパ青すごいもん。青そんなに量多かったっけ。まーちゃんのバランスいいね、うん、待って、下が青汁みたいな。汁なんかオレンジかな。一番下は一応オレンジなんだけど、うん、その上が青汁みたいな、どうなってるのかな、ちょっと。お、軽っ。全部出たんだからさ、多分泡ですよこれ。全部泡だよ。一回足していい？あ、軽っ、軽っ。全部泡だよ。出す、出す。おおおお、すごい、最後まで泡だよこれ。うわ、うわ、うわ、あ、もう出てきた。まだ溶けてないのがある。物が出てきたよ。あれ、最後の一つは。おーちゃん、そういうの楽しみあるの。あ、全部足しちゃったよ、もう3個。私も出しちゃったよ。おーちゃんは入れてたんだね。なるほど、探す楽しみがあるね。いいなぁ。なんかかね、あともう一個緑になった。あのね、小さかったんだよね。日本的な緑になった。一回これ出していいんだよ。おーちゃんのお抹茶の泡の色が、あ、あった。あ、ほんとだ、あった。なんか和室の匂いする。和室。はい、はい、今日はね、100円ショップのバスボールで実験してみました。はい、ちょちょちゃん、どうでしたか。楽しかった。あのね、実験だからさ、うん、なんかもっとバーってなるのかと思ったんだけど、理想はそうだったんだけどね。それだったらね、家なんてできない。確かに天井にトワーっていっちゃうからさ。このぐらい家でできて、ちっちゃい子までいけて、優しい実験。さあ、そうそうそう、さあ、そうそうそう。でもね、これね、まだ改良の余地はあるかなと思ってるんで、すんの しませんけど、はい、あの、もしなんかお家で真似してみるときは、水の分量変えたりとか、もしかしたら結果も変わるかもしれないなと思いました。はい、はい、はい、あとね、今作ったものがあります。バスボムの水と出たもので、なんか遊んでみました。じゃーん、飲み物になってる。グレープソーダみたいになってるね。確かに。これちゃんとなんか美味しそうな飲み物みたいな。飲んじゃダメだ。飲んじゃダメ。飲んじゃダメ。飲んじゃダメです。可愛いの作ったね。うん。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわり咲いてあるじゃんけんぽい。皆さん、チョキを出しました。勝った人は明日。バスボムで欲しいのが出るかも。次もひまわりチャンネルの動画を見てね。また会いましょう。美味しそう。どんなに飲んじゃダメだよ。お、バスボムだ。飲んじゃダメだよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。